ダイソーで買ったコインケースとスマホのストラップです。ストラップは留め金を外してコインケースにくくりつけました。首にかけてみました。ちょうどインスタ360が入ります。インスタ360は重みがあるので、これで安定するのよね。だいたいチェストマウントの高さになりました。これで撮影してみましょう。撮影してきました。まずは自転車に乗ってみました。服が映ってしまいますが、拡大すると、なんとなくいい感じ。次は歩いてるシーン。カメラを構えてるわけじゃないので、ほとんど盗撮ですね。POV 撮影のためにいろんなガジェットが売られてますが、これが安くて見た目もさりげなくて自然のような気がします。動画は以上です。